浅井秀樹、1984年1月1日隊は、大阪府大阪市東住吉区出身の元プロ、野球選手、投手、宇藤峰内コーチ。現役時代には、大阪近鉄バファローズ、東北楽天ゴールデンイーグル読売ジャイアンツ、巨人に在籍。現役引退後の2015年には、日本女子プロ野球、京都フローラの投手コーチを務めた。現在は、巨人の打撃投手を務めている。幼稚園の頃から、父親と野球、キャッチボールをはじめ、小学3年生地元の野球少年チームに入団した。中学時代には、ボーイズリーグ、大阪平野富士でプレーしていたが、入団当初は、背の高い上手な投手が在籍していたために捕手を務めた。中学3年時には、すでに 140km を計測していた。ボーイズリーグの日本選抜に投手として選出され、エースとして世界一を経験する。2PL 学園へ入学、2年生から背番号10番の実質的にエースとして夏の甲子園に出場するが、3回戦で智弁和歌山高校の強打の前に涙を飲んだ。3年生では浅井がエース、3番、櫻井光大、4番、今井俊明として再び甲子園を目指していたが、同野球部の暴力事件が発覚したことで、第83回全国高等学校野球選手権大会には出場が叶わなかった。2001年のドラフト会議において、大阪近鉄バファローズから一巡目指名を受け、入団。近鉄時代は2軍での育成が中心で、2003年9月24日の対オリックスブルーウェーブ戦、大阪ドームでプロ初登板を果たすが、3年間で5試合の登板に終わった。2004年オフの選手分配ドラフトで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。5月26日の対中日ドラゴンズ戦、名古屋ドームでプロ初先発、初勝利、同試合で新人の一条康弘がプロ初セーブを挙げたを果たし、球団初の3連勝に貢献した。同年8月31日の対北海道、日本ハムファイターズ戦、フルキャストスタジアム宮城では155球を投げ抜いて、初完投勝利を挙げ、この試合で、プロ野球史上ワーストのチーム月間借金20、2勝22敗、折れた。白星はこの2つだけだったが、新規参入球団で、選手全員型球団からの移籍だったこの年は、岩隈久志に次ぐ、先発の柱として大いに期待された。岩隈とセドリック・バワーズを故障で欠く苦しい事情から、期待は大きく、開幕から先発ローテーション入りを果たすが、無駄な死球から自滅する試合が続いて、開幕から3連敗を喫したことで5月に軍降格、そのまま再昇格することなくシーズンを終えた。昨年と同じ2勝止まりながら、防御率が改善されるなど、復活の兆しが見えた。同年オフには、有目兼久、川田寿司と共にハワイウィンターリーグへ参加した。復活を目指して、オフに徹底的に走り込み、下半身を鍛えた。これによって、制球力が向上し、死球が大幅に減少した。シーズン初登板となった4月19日の対福岡ソフトバンクホークス戦、フルキャストスタジアム宮城では、先発した牧野類の負傷退場を受けて、緊急登板したが、制球力の向上を武器に好投、勝利投手となった。自身の勝利により、球団初の本拠地同一カード3連勝を達成。セパ交流戦の途中から、先発ローテーションに入り、交流戦で3勝を挙げた。同年8月1日の対千葉ロッテマリーンズ戦、千葉マリンスタジアムでは、プロ初完封を達成。スコアは1から0だったため、球団史上初の単独完封勝利となった。この年は、援護に恵まれない試合もあり8勝止まりとなったが、4被本塁打は規定投球回到達者の中では、最小、防御率もリーグ10位に入るなど、安定感の光るシーズンとなった。前年の活躍から、岩隈、田中将大に次ぐ先発3番手の投手として、期待されたが、規定投球回には到達したものの防御率を1点以上、悪化させた。シーズン最後の登板でも、敗戦投手になったことで2桁勝利には届かなかったが、チームの投手陣の投数が不足する中、特にこのシーズンはリリーフが手薄だった、ロングリリーフなども精力的にこなし、自己最多の9勝をマークした。も前年と同じく、岩隈、田中に次ぐ3番手の投手として期待されていたが、シーズン初登板で、小久保裕紀が打ち上げた打球を鉄平が見失い、その後の敵地打につながるという不運もあり、制球を乱し降板。以降の試合でも制球が定まらず、先発から中継ぎに降格されるが、制球は安定せずについに2軍降格となった。イースタンリーグでは14試合に登板して6勝3敗、防御率 2.26、イースタンリーグ2位と好成績だったが、91回に3を投げて44四球と、制球難は改善されなかった。この年は1軍未勝利に終わった。7月8日に離脱した田中将大の代役として1軍登録、即日先発出場したが、4回1、3を4失点で、勝敗はつかなかった。その後すぐに登録を抹消され、同年7月26日に、戸賀野将士との交換トレードで読売ジーアンツへ移籍。背番号は68。2010年8月8日の対広島東洋カープ戦、東京ドームで移籍後初先発登板し、7回無失点で移籍後初勝利を挙げ、お立ち台では感激の涙を流した。その後も先発投手陣が不調の中で先発ローテーションを守り、4勝1敗、防御率 2.01 の好成績を残し、巨人の救世主と呼ばれる活躍でチームに貢献した。クライマックスシリーズでも先発に抜擢され、第1、第2ステージ合わせて2試合に登板した。オフに背番号を38に変更。7月26日に1軍登録されたものの、登板がないまま3日後に登録抹消され、入団年以来の1軍出場なしに終わった。シーズン終了後には、後輩の辻内貴成、小野純平、笠原将樹と共に、プエルトリコのウィンターリーグへ参加している。故障の影響もあり一軍昇格すらないままに終わり、同年10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。複数の球団、社会人、海外のチームから興味を示されたものの入団には至らず、結局引退。東京スポーツの野球評論家として、お邪魔します。というコラムを担当。その一方で、地元の大阪で野球塾を開校した。同野球塾では中澤忠厚と角前正也が講師を務めている。2015年には日本女子プロ野球京都フローラの投手コーチを務めた。2016年からは打撃投手として巨人に復帰する。祖父は熱狂的な近鉄ファンでよく藤井寺球場、大阪球場、日生球場へ観戦に行った。9月26日に北川博俊が代打逆転サヨナラ満塁本塁打を放ってリーグ優勝を決定させた試合も大阪ドームで観戦していた。さらにサッカーが大好きでテレビ観戦も頻繁にする。お気に入りのリーグはオランダのエールディビジである。楽天入団後は同じ東北を本拠地とするベガルタ仙台のサポーターとしてシーズンオフにはユアテックスタジアム仙台に観戦に行っている。2008年12月10日に行われたジュビロ磐田との J1J2 入れ替え戦では一般サポーターと共に声援を送ったことが一部スポーツ紙より報じられている。モノマネが得意で幾度か披露している。感謝祭のエキシビジョンマッチでは様々な打者のバッティングスタイルを真似て打席に立ち、一つの名物になっていた。楽天時代は同僚のリック・ショーと山崎武史やアレックス・ラミレス、小笠原道弘、グレッグ・ラロッカ・ターメル・スレッジ、大道天、吉見、和田和弘、井端弘和などを披露している。そのモノマネや人懐っこい性格が功を奏し、中村則弘、小笠原道弘、岩隈久志、安倍晋之助など大物選手に可愛がられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。